ルーブルピラミッドジョン会見レディト所管、イオミンペイはアメリカ合衆国の中国系アメリカ人建築家、IM ペイと表記されることが多い。官名は会一名。ルーブル美術館のガラスピラミッドを設計した建築家として広く知られる。中華民国の広州市で銀行員で後に中国銀行の頭取りを務めた父通院、ペイと母リエン君の間の一男。 第二子として生まれた。ペーケは、蘇州で代々地主を務めてきた裕福な家柄であった。1918年、イオミンが生まれて間もない頃、孫文政権から父ツーイーの勤めていた銀行に資金援助の要請が来た。当時支店長であったツーイーはこれを断り、身元に危険が及んだ。このため、ツーイーは家族を連れ、当時イギリス領であった香港へ亡命した。 その後、孫文政権に許され、家族は父の仕事の勤務地となった上海へと移った。家族は上海のフランス疎開で暮らし、イオミンも欧米の文化に親しみながら過ごした。一方で、母の死後は祖父を通して、中国の伝統文化にも親しんだ。このように、イオミンは、東洋と西洋の二つの文化の間で多感な少年時代を過ごした。 イオミンは、香港の名門セントポールカレッジを卒業後、上海のセントジョンズスクールへ進学。1935年、17歳の時に渡米し、ペンシルベニア大学建築学科に入学したが、ボザール式の古典的な建築教育と人種差別に嫌気がさし、すぐに退学。マサチューセッツ工科大学に編入した。はじめは建築学ではなく、工学を専攻したが、 彼の才能を見抜いた学部長の強い勧めで、再び建築を学ぶこととなった。在学中は、ルコルビュージェとフランク・ロイド・ライトに強い影響を受けた。1940年、マサチューセッツ工科大学を卒業。ヨーロッパ留学に向け奨学金を取得したが、当時のヨーロッパは、第二次世界大戦の最中であったため、留学を断念。ストーンウェブスター社に製図工の職を得て、 働き始めた。1942年、中国人のアイリーン・ルート結婚。アイリーンが在学していた、ハーバード大学大学院の教授の誘いで、イオミンも同校の修士課程に入学したが、すぐに休学。戦時諜報機関の国防調査委員会に勤務した。第二次世界大戦後の1945年、ハーバード大学大学院へ復学。 マルタ・グロピウスとマルセルブ・ロイヤーの下で学び、モダニズム建築を実地で学んだ。同時期に学んだ建築家として、フィリップ・ジョンソン、ハリー・サイドラー、ポール・ルドルフらがいる。1946年にハーバード大学にて建築学習志望を取得。グロピウスの設計事務所に勤務し、その後、同大学助教授を務めた。 助教授を務めて2年ほど経った1948年、不動産開発業者の社長、ウィリアムゼッケンドルフの招きにより、ウェップナップ社で企業内建築家として働き始める。これは不動産の知識を得ようと目論んでいたイオミンには、絶好の申し出であったと同時に、ハーバード大学での約束された地位を捨てるという一つの賭けでもあった。建築家として実作は少なく、 実力も未知数であったが、いくつかのプロジェクトを経てその実力を示した。その後もウェップナップ社建築部門の代表として、多数の部下を抱え、多くの都市再開発を手掛けた。1954年にアメリカ国籍を取得。1960年までウェップナップ社で働いた後、1965年に自身の建築設計事務所、 I m pay and partners をニューヨークで設立する。1983年にプリツカー賞受賞。1989年には事務所名を米国フリードパートナーズに改称。事務所の代表からは退き、I m pay and partners 時代には事務所の経営上手掛けられなかった規模の小さな仕事など、自ら得りすぐった仕事に専念している。 1994年、中国のズミ大学より、名誉博士号を授与される。2019年5月16日、ニューヨーク州にある自宅で死去。102歳没。石やコンクリート、ガラス、鉄などの抽象的な形、素材への依存から彼は、バルター・グロピウスの弟子と思われたが、イオミンはほとんど、グロピウスの理論に関心を示さなかった。 彼は建築は時代を反映されるべきではなく、商業的な力からは距離を置くべきだと考えていた。イオミンはハイテクの動向に緩やかに関係づけられ、かつ洗練されたガラス加工の建造物を構築した。しかしながら、多くの作品はオリジナルのデザインコンセプトによっている。彼はしばしば大きなスケールの仕事をし、シャープで幾何学的なデザインで有名である。 作品の作風から、幾何学の魔術師との異名を持ち、アジア系出身の建築家では、世界的に最も名声を得た一人である。以下は独立後の作品。ありがとうございます。